平川の流れには淵が多く、恐ろしい伝説が少なくはない。小国川と合流地点に近い場所に、河合という村があるんだが、その村の長者の方向人が、ある淵の上の山で木を切っていた時、斧を水中に落としてしまった。主のものなので、淵に入ってこれを探すのに皆そこに入ってみると、 何やら物音が聞こえたんだ。それを追いかけていくと、岩の陰に家があってね、その家の奥の方では、美しい娘がパッターンパッターンと旗を折っていたんですな。よく見ると、その織り木の足に落とした斧が立てかけてある。奉公人はこれを返してくださいと女に声をかけた。 その声に振り返った女の顔を見ると、二三年前に死んだ我が主の娘だったんです。斧は返しますが、私がここにいることを人に言わないでくださいな。そのお礼として、あなたの暮らし向きが良くなり、奉公をしなくても済むようにしてあげましょう。そのためかどうかはわからないが、その後、びきなんていうくちに、 不思議にも勝ち続けてね、金がたまり、ほどなくして奉公をやめ、家に引きこもってそれなりの農民になった。しかし男はそんなことも忘れ、だ段の娘の言ったことも、だんだんと気にかけることもなくなっていった。ある日のこと、同じ淵のほとりを過ぎて町へ行くとき、 と前の出来事を思い出し、連れの者に以前こんなことがあったと、九段の行きさつを語ったところ、やがてその噂は近くの里里に伝わっていった。その頃からですかな、男は家の財産が再び傾き、また昔の主に奉公して年月が経っていった。家の主は何を思ったのか、 その淵に何倍ともなく熱湯を注ぎ入れなどしたが、何の効き目もなかったということである。